ご視聴ありがとうございます。今回は、ファイナルファンタジーの誕生を、ご案内します。おお、いよいよファイナルファンタジーの、登場。ファイナルファンタジーシリーズは、全世界で1億本以上も、売り上げ、そして、今もなお絶大な人気を、誇るロールプレイングゲームの金字塔だよ。今回は、記念すべき、第1作目の、ファイナルファンタジー開発物語を、ご案内します。ファイナルファンタジーは、坂口博信さんを中心とした、20代の若者たちの熱意によって、開発された作品なんだ。ファイナルファンタジーの制作には、その後のシリーズも手掛ける、坂口博信さんや、田中博道さん、サガシリーズを生み出す、河津明俊さん、聖剣伝説の生みの親、石井光一さん、天才プログラマーのナーシャジベリさん、音楽には、植松信夫さん、美術には、天野義隆さんなど、多くの才能が集まって、作られた、記念すべき作品なんだよ。ファイナルファンタジーには、倒産寸前のスクエアや、才能ある若いクリエイターたちとの、出会いなど、数々の出来事が、融合して出来上がった作品なんだ。ファイナルファンタジーの始まり。ファイナルファンタジー誕生の、物語は、坂口さんと田中さんの出会いから始まる。ファイナルファンタジー制作の、中心人物となる、坂口さんは、横浜国立大学の学生だった。当時、プロのミュージシャンを目指していた、坂口さんは、アフロヘアに、ジーンズにウエスタンブーツという、いでたちで、大学では、目立つ存在だったんだ。アフロヘアー。そして、田中さんと同じ大学だった、坂口さんは、なぜか馬が合い、意気投合するんだ。この出会いから、後に、二人は、ファイナルファンタジーシリーズを、共に制作していくことになるんだよ。坂口さんは、パソコンに詳しい田中さんの、影響で、海外で人気のあったアップル2に、出会うんだ。おお、アップル2。音楽活動に、行き詰まりを感じていた、坂口さんにとって、コンピューターは、全く新しい、新鮮な体験だったんだ。二人は、秋葉原に通い続け、パソコンの組み立てや、プログラミング、そしてゲームに没頭していくんだよ。そして、最も衝撃を受けたゲームが、RPG のウィザードリーと、ウルティマだったんだ。この名作 RPG は、1980年代に、アメリカで制作された、RPG の金字塔で、ドラゴンクエストの作者、堀井雄二さんも、この RPG の影響を、大きく受けた一人なんだ。コンピューターゲームの洗礼を、受けた坂口さんは、パソコンの組み立てや、ゲーム作りに没頭していく。そして、ベーシックやアセンブラ言語の習得など、次々とコンピュータのスキルを、上げていったんだ。この時の経験が、後に、ファイナルファンタジーの開発の時に、大きく活かされるようになるんだ。そんな大学3年の春休み、坂口さんと田中さんは、ソフトハウスでアルバイトを、することにしたんだ。そして、求人雑誌で、聞いたこともないゲーム会社の、事務員募集を見つけるんだ。坂口さん。大手のゲームメーカーでは、俺たちのコンピュータースキルは、通じないよな。このゲーム会社の、事務募集なら、なんとか、ごまかして働けるんじゃない？ということで、全く無名のゲーム会社に、応募することにしたんだ。このゲーム会社こそ、後に、ファイナルファンタジーを生み出す、スクエアなんだ。おお、スクエア。そして、そのゲーム会社の事務員として、採用された、坂口さんと田中さんは、いきなり社長から、あることを言い渡される。ゲーム会社の社長。今日から、君たちはゲーム制作を、してもらう。え、社長、確か、事務員の募集じゃなかったんですか？急遽、募集要項が変わったんだよ。君たちは、今日からゲーム制作の一員だ。よろしく頼むよ。あ、はい。この、ゲーム会社の社長こそ、スクエアの社長になる宮本さんなんだよ。スクエアは、宮本さんの父親が経営する会社の、ソフト開発部門として、設立された会社なんだ。そして、パソコンゲームの開発に着手しようとしていた矢先に、坂口さんたちが入社してきたんだよ。坂口さんたちは、いきなり、ゲーム制作チームに投入されてしまい、ゲーム開発を、することになったんだ。その時に制作していたのは、テレビ番組の鳥人間コンテストを、題材にしたゲームだったんだ。鳥人間コンテストのゲーム？坂口さんと田中さん。なんか、怪しい会社だな。いきなりゲーム制作か。しかも、鳥人間コンテストのゲーム。そうだな。まあとにかく制作してみようよ。坂口さんたちは、仕方なく、Z80 のアセンブラ言語で、ゲーム制作を、始めたんだ。ところが、ある日、坂口さんたちが、会社に来てみると、ゲーム制作のスタッフが、ほとんどいなくなっていたんだ。びっくりした坂口さんは、宮本社長に、理由を聞いてみることにした。
坂口さんと宮本社長。社長、ゲーム制作のスタッフがいないんですけど、何かあったんですか？坂口くんか。そうそう、プロジェクトが解散になったんだよ。解散？いや、実は、鳥人間コンテストのゲームなんだけど、許諾を得てなかったんだよね。え？それで、ゲームが制作できなくなったんだ。ということなので、全員解散ということなんだよ。社長、それはないですよ。それなら、僕たちが、オリジナルのゲームを、作りますから。このままでは、引き下がれませんよ。社長、ゲームの制作をさせてください。お願いします。そこまで、言うんなら作ってもらってもいいぞ。ありがとうございます。こうして、坂口さんたちは、オリジナルゲームの制作を、開始するんだ。ザ・デストラップの制作。坂口さんと田中さんは、残ったメンバーを集めて、ゲーム制作のプロジェクトを、開始する。ゲームは、パソコン用のアドベンチャーゲーム、ザ・デストラップというものだった。このゲームは、坂口さんにとっても、スクウェアにとっても初めての、本格的なゲーム制作になるんだよ。坂口さんは、グラフィックデザインと、アセンブラのプログラム以外は、テキストやマップ画面、そして、メインプログラムなど、ゲーム制作の大半を担当し、タイトルのフォントまでこなしたんだよ。ゲーム制作は、少人数の、自作ゲーム開発のような勢いで、進められたんだ。そして、ザ・デストラップが完成する。素人集団が、制作したゲームソフトとはいえ、坂口さんたちにとっては、初めて完成したゲームソフトであり、ゲームが完成し、パソコンショップの店頭に、陳列された時には、何とも言えない不思議な感動を覚えたという。この感動は、坂口さんたちにとって、生涯忘れられない出来事になる。ザ・デストラップの発売。ザ・デストラップの価格は、どうしよう。フロッピーディスク3枚組になってしまったし、結構、原価もかかっているからな。利益も出したいし、ちょっと高めに設定してみるか。坂口さんは、ザ・デストラップを制作することに精一杯で、ユーザーがどれくらいの価格なら、買ってもらえるのかまで、考える余裕がなかったんだ。こうして、ディスク3枚組の9800円で、発売されたザ・デストラップの、売り上げは、決して芳しくなかった。発売本数は、約3000本。坂口さんとスクウェアのデビューソフトは、商売としては、失敗に終わったんだ。残念。当時、パソコンソフトは、テープからフロッピーディスクへの、移行の時期だったので、フロッピーは、とても高価な品物だったんだ。そのフロッピーを、3枚組にしたものだから、9800円という高価なゲームソフトになってしまったんだよ。この時の教訓から、坂口さんはゲームコストと、価格のバランスを考えながら、ゲーム制作を、し始めるようになるんだ。ウィル、デストラップ2の制作。坂口さんは、ザ・デストラップの失敗から、商売としての成功を、意識するようになる。坂口さん。次は、絶対に、ビジネスとして、成功させてやる。こうなったら、売れ線の女の子を持ってこよう。ということで、次のゲームソフトは、前作のパート2でありながら、ハードボイルドなスパイものだった前作とは、打って変わって、美少女の、アンドロイドがヒロインの、SF ものに、大きく路線変更するんだよ。美少女もの。主人公の名前が、同じであること以外は、全く別の、ゲームなんだよ。坂口さんは、ゲームユーザーが喜びそうな、演出を考えたりと、いろいろと工夫を、凝らしたんだ。ゲームのオープニングでは、可愛い女の子が、瞬きをするアニメーションを、演出する。グラフィック原画から、ドットを一つ一つ入力して、目の開くタイミングも、何度も試行錯誤を繰り返したりしたんだよ。そして、坂口さんは、BGM や、モンスターデザインも、自ら手掛け、世界観を作った上に、ゲームの価格も、前作の教訓から、ディスク1枚の5800円という、お手頃な値段にしたんだよ。そして、苦心の末、完成したウィルデストラップ2は、なんとか、ヒットすることができたんだ。坂口さんにとって、ユーザーのニーズを汲み取りながら、ゲーム制作をすることの重要性を、学んだ作品でもあるんだよ。ナーシャ・ジベリとの出会い。ファイナルファンタジーのプログラマーとして、活躍する、ナーシャ・ジベリは、坂口さんの前に突然現れる。宮本社長。坂口くん。社長なんですか？こいつの面倒見てよ。はぁ？宮本社長が、連れてきたのは、天才プログラマーとして有名な、ナーシャ・ジベリさんだった。ナーシャさんは、もともとイランの王族で、イラン革命の時に、国外に脱出して、アメリカに渡る。そして、当時、大ヒットしていた、Apple II で、Horizon や、
ゼニスなどのゲームを制作し、ゲームクリエイターの神様とまで言われていたんだよ。学生時代に、アップル2で遊んでいた坂口さんは、ナーシャジベリをずっと前から知っていたんだ。そして、坂口さんは、ナーシャを尊敬しながらも、彼の奔放な性格のおかげで、公私ともに、振り回されることになるんだ。スクウェアとナーシャさんとの、出会いは、宮本社長が、ゲームショーのパーティーで、ナーシャさんに出会った時から、始まる。ナーシャ君、日本で風がない。オーケー。と声をかけたのが、スクウェアで働くきっかけだったんだ。ナーシャさんが入社すると、坂口さんは、毎日つきっきりで、飲食も共にし、わからない英語で、必死に、コミュニケーションを、取っていった。坂口さんは、後のインタビューで、ナーシャのことは、すごく尊敬していましたよ。でもまあ、とんでもないことばかり、言ったり、やらかしたりするんですよね。でもまあ、ナーシャは、憎めない、変で無邪気な、外国人プログラマーって、感じでしたね。その後、ナーシャさんは、飛び出せ大作戦や、ハイウェイスター、初代ファイナルファンタジーや、2、3、そして聖剣伝説2の、プログラムを担当するんだよ。天才プログラマーのナーシャは、スクウェアの名作ゲームには、欠かせない存在になるんだ。スクウェア、ファミコンに参入。スクウェアは、85年からニンテンドーと、ライセンス契約を結び、ファミコンのゲームソフトを制作し始める。86年には、ファミコンゲームのキングスナイトや、水晶の竜、ディープダンジョンなどを発売する。同年9月には、神奈川の日吉から、銀座に移転し、株式会社スクウェアを、設立するんだ。スクウェアの誕生。飛び出せ大作戦の制作。その頃、坂口さんは、ファミコンのディスクシステムの、ゲーム、飛び出せ大作戦を企画する。飛び出せ大作戦は、天才プログラマー、ナーシャの 3D ゲームの経験を、活かして、坂口さんが企画したものなんだ。このゲームは、3D のシューティングゲームで、別売りの立体メガネで、3D 風のゲームが楽しめるという、異色の作品だったんだ。しかし、アドベンチャーゲームと RPG の、制作経験しかなかった、坂口さんのシューティングゲーム企画は、うまくいかなかったんだ。別売りの立体メガネは、大量に売れ残り、倉庫に山積みになったのを、目の当たりにした、坂口さんは、この在庫の山、どうしよう。と震えてしまったという。この頃、スクウェアは、なかなかヒット作が生み出せず、会社が、傾きかけていた。そこで、経費削減のため、家賃の高い銀座から、御徒町に移り、なんとか経営を、立て直そうとしていた。スクウェアのスタッフも、会社経営の苦しさを、肌で感じるようになり、なんとか、ヒット作ゲームを、作らなければならないという、空気が漂い始めていたんだ。この当時、坂口さん自身も、なかなかヒット作が生み出せず、思い悩んでいた。ゲームをいくら制作しても、なかなかヒット作が、生まれないな。俺には、ゲームを作る才能が、ないのかもしれない。それに、主力のファミコンゲームでは、得意な、RPG が作れないから、不得意だとわかっているのに、アクションゲームばかりを作っているしな。そろそろ、ゲーム制作に見切りをつけて、もう一度大学に戻って、一から人生をやり直そうかな。と、坂口さんは思い悩むように、なっていたんだ。坂口さんは、家庭用ゲーム機の性能では、自分のやりたい、RPG ゲームの企画は実現できないと、諦めていたんだ。それで、不得意なアクションゲームなどを、制作してみたんだけど、なかなかヒット作に恵まれない時期が、続いたんだ。そんな時、坂口さんに、大きな転機が訪れる。今回は、ここまで。次回は、倒産仕掛けのスクウェア、そんな時に、伝説の RPG が発売される。そして、坂口さんは、かねてから温めてきた、RPG の構想を企画する。しかし、坂口さんの RPG の、構想は、周囲から認められず、細々と開発を進めていた、そんな時。その後の、スクウェアを支える、豪華メンバーが集結する。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。